皆さんご機嫌いかがですか。次郎丸です。今日はパッションフルーツの切り方、パッションフルーツの食べ方を紹介したいと思います。甘くて酸っぱくって美味しいパッションフルーツ、いただいたけど、買ってみたけど、どうやって切ったらいいのか、どうやって食べたらいいのか、意外と知らない人がいらっしゃるようなので、パッションフルーツの切り方、食べ方、やってみたいと思います。私はちょっと包丁さばき苦手なので、今回は奥方様にやっていただきました。包丁は私の方がキンキンに研いでおきましたので、かなり切れると思います。切り方はシンプル、真横にスパッと真っ二つに切る、これだけです。これで切り方は完了。さあ食べ方ですが、これをどうやって食べるのでしょうか。その答えはスプーンでこの粒々の部分すべてをほじくり出して、口の中にパクッと入れてください。酸味の中に程よい甘みが、本当に美味しいフルーツだと思います。種もポリポリいっちゃってくださいね。で、おすすめの食べ方はヨーグルトにのせる。今までいろんなものにのせてきましたが、おそらくこの食べ方が一番美味しいのではないかと思います。パッションフルーツの酸味とヨーグルトの酸味がうまい具合に調和して、口の中に甘みがほんのり広がります。本当に美味しいから、この食べ方一度試してくださいね。ということで、今日はパッションフルーツの切り方とパッションフルーツの食べ方を紹介させてもらいました。短いけど今日の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。